ホワイト・イングリッシュ・テリアホワイト・イングリッシュ・テリアとは、現在は絶滅した、イギリスのイングランド原産の刀剣、ネズミカリ小ドッグとして使われていたテリア犬種である。オールド・ホワイト・イングリッシュ・テリア、イングリッシュ・ホワイト・テリアとも呼ばれている。ここでは、これの小型版犬種である、トイ・ホワイト・イングリッシュ・テリアも合わせて解説する。 イギリスの古いテリア犬種である、ブラックタンテリアから、稀に生まれる白変種個体をもとに作出された。はっきりした、作出年代はわかっていないが、15から16世紀、頃に作出された。はじめは、ブラックタンテリアと同じく、ネズミ狩りに使われていたり、強い闘争心を持っていたため刀剣としても使われていたが、 生まれつき純白の毛色のため、小ドッグとして使われるようになり、刺激を倶楽えして、人気の犬種になった。この人気はおよそ100年間続き、人気絶頂期には重要なドッグショーには必ず、出場するまでになった。しかし、需要の増加により乱繁殖が行われるようになると、犬質が低下し、目が青く耳の聞こえない犬がよく生まれるようになってしまい、人気に、 陰りが出てしまった。そして、1927年にこの犬種は絶滅した。しかし、この犬種の血を引く犬がイングランドに現存しているほか、ブルテリア作出のためにチェシャテリアと共にブルアンド、テリアに掛け合わされ、ホワイト・イングリッシュ・テリアの血は姿を変えて、受け継がれている。トイ・ホワイト・イングリッシュ・テリアとは、イングランド原産のホワイト・イングリッシュ・テリアの 小型版の犬種である。小型化により、さらに機敏になり、効率よく、ネズミを狩ることができたほか、弱々しく見せることにより、ギャンブルとしてのネズミ狩り、刀剣での大穴として、使えるように改良された犬種である。こちらも後にショードッグとして、人気を得るが、病気にかかりやすく、ブリーディングも難しかったため、スタンダードサイズのものよりも早く絶滅してしまった。 体重は1.5から2ラムほどしかなかった。大きくつぶらな瞳と、鼻は黒々としていて、毛は純白のワイヤーコート。コートはやや長いため、定期的なトリミングを必要とした。立ち耳、飾り毛のあるタレオ。体は筋肉質で、足はスラリと長い。性格は、用心深く、やや内向的でおとなしいと言われている。 最高2 5センチメートルから3 8センチメートルの小型犬。なお、トイシュはフルサイズのものよりも混ズるが、少し短く、足はもっと細い。遺伝的な疾患としては難聴などが挙げられるが、目の青い個体でなくても耳が聞こえづらかったり、聞こえなかったりすることがあったようである。しかし純血種として絶滅してしまった現在。 本当に難聴が起こりやすい犬種であったかどうかは、はっきりしない。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木卓役性分道振興者、2007年。ありがとうございます。